はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。2時になりましたね。6月6日、6月6日でございましてですね、66でございます。日曜日の午後2時、まったりとしておりますけどね。今日は来客の予定もなく、ひたすらまったりとできる日でございまして、まあ、ちょっとね、私的にはですね、こう資産価値レポートの更新をしなあかんなというプレッシャーはあるんですけど、依頼原稿は昨日2本書きましたんでね、今週1本書いたらとりあえずはですね、原稿依頼はこなせるという状態でございます。さて、日曜日らしい話題をいきたいんですけども、アメリカという国がですね、どう言いましょう、外交がものすごい下手やという話をしたいんですね。いや、そんなことないやろと皆さん思ってるでしょ。日本ってね、戦争に負けて以来、まあ、アメリカの子分みたいな国になってますけども、それにアメリカが兄貴分というか親分みたいなもんでして、アメリカの言うことを聞きながら日本の戦後政策っていうのはなされてきたわけですけども、そうすると常にこうこの辺にアメリカがいるわけであったって、アメリカは偉大な国や、アメリカは正しい国、いつも賢いことを言うて間違わない国というふうに、潜在意識の中にあるわけですね、日本人の。ところが実は全然違いますね。アメリカ外交下手ですよ。ものすごい下手くそで、アメリカがですね、世界史の中でですね、外交のどう言いますか、主要なプレイヤーになったのは、まあ控えめに見てもですね、第一次大戦後でございまして、大体100年なんですね。ベルサイユ条約ですか、あのあたりからアメリカが外交の表舞台に立ってきました。それ以前は世界の覇者はイギリスでございまして、大体こう100年ぐらいですね、1800年代、19世紀はパクス・ブリタニカと言いますけど、イギリスの世紀というふうに言われています。だからそのパクス・ブリタニカもですね、その別にその19世紀になったらいきなりそうなったわけではなくって、その前に世界の外交の舞台というのはヨーロッパでしたけども、ヨーロッパの中心はどこだったかというと、イギリスよりもフランスだったわけですね。ですので、その頃いわゆる外交の様式、ディプロマシーのですね、こうスタイルというのがその頃に確立をされます。ナポレオン戦争が19世紀ですけども、19世紀の最初の頃ですけども、その頃にですね、世界の外交というもの、外交儀礼というものが、ね、だんだん確立されていきまして、ナポレオンの後にウィーン条約ってできますけども、もう外交の晴れ舞台ですね。そこで負けたフランスがですね、なんともうまく上手にやってですね、いわゆるこう損害っていうかさ、最小限にとどめるわけですけども、そのウィーン条約の時に、じゃあ皆さん何語を喋ってたんかって言ったら、あれなんですね、フランス語なんですよ。っていうか、まあその頃、まあ外交用語ってフランス語だったわけですね。だから今でもそれが残ってましてですね、よその国に派遣する大使を任命した時にアグレマンという、承知したよというサインの用語がアグレマンですか、これフランス語なわけですね。で、外交の基本的な用語ってみんなこうフランス語です。で、皆さんね、日本が近代西洋史というか世界史の中に再登場するっていうのがですね、1853年のことです。アメリカのペリーという提督がですね、軍艦を4隻、実は7隻なんですけど、何隻だったか、6隻だったかな、率いて、はるばるとですね、大西洋を回って、喜望峰を回って、インド洋を越えてですね、日本にやってきます。1853年にですね、こう、江戸、浦賀でしたっけね、浦賀にやってきて、ほんで幕府との交渉を求めます。その時にですね、幕府側からですね、こう小舟を越えてペリの船に、寄せてですね、原則をこう上がってですね、降りた幕府の使者がペリー側の人たちに対して最初に何語でどう言うたかという話がありますね。そんな別に僕は気にしもしなかったんですけど、多分
ペリーたちはですね、中国人の主義だと言われてますんで、漢文の筆談をしたんちゃうかなと私は思っていたんですけども、その英語が喋れる中国人を乗せていれば、日本側から行った人が、当時の日本の教養人というか侍っていうのはほぼ漢文が自在に書けますんでね、漢文でサラサラと書いて入ってこない、やりながら意思疎通したんかなと思っていたんですが、実は違った。もう名前忘れましたけど、なんたらという人がですね、上がっていって、ペリー側の人にどう言ったかっていうと、私はフランス語は喋れますと言ったらしいですね。意外でしょ。英語でもないんですよ。で、当時英語というのは、もう隅っこの言葉です。アメリカの一部とイギリス人が使っている言葉であって、その世界語ではなかったわけですね。世界語はフランス語だったわけです。なぜフランス語かっていうと、フランス語はそうローマ帝国を継承しているという意識の中でね、意識の中でローマ帝国の文化を継承しているのがフランスであるというふうに、フランス人たちは自負してたわけですね。ローマ帝国っていうのはもちろんローマ、イタリアの今のローマを中心にした帝国なんですけども、当時そのイタリアっていうのは分裂してましてですね、ぐちゃぐちゃぐちゃとこう都市国家の集合体みたいになってまして、そのイタリアという統一国家がなかったんです。でバラバラになったんですけど、旧ローマ帝国の領土の中、比較的新しいんですけどね、ちょうど00年のちょっと前ぐらいですね、紀元前50年、30年ぐらいですかね、フランスがローマ帝国に組み入れられたのは。比較的新しいんです。新しいフランス語がですね、なぜかローマ帝国を継承したというふうに言ってました。今のフランス語はですね、どう言いましょう、ラテン語から見るとですね、だいぶ離れています。ローマ帝国の言葉はラテン語なんですけども、ラテン語を一番継承しているのはやっぱり当然イタリア語なんですけども、フランス語っていうのはですね、どっちかというとラテン語よりも英語に近いちゃうかなと私なんか思いますけど、見てて単語ほとんど一緒やんっていうか、綴りが一緒なんですよ、読み方が違うだけで。長らくねイギリス領であったりしましたから、北半分がなんで、それはいいんですけど、ローマ帝国を継承しているということで、フランス語が世界語であり外交語であったわけですね。アメリカという国がですね、さっき申しましたように世界の外交の主要なプレイヤーになってくるのは第一次大戦後でございまして、たかだか100年でして、でその後ですね、第二次世界大戦1945年に終わりますけど、そこからはもう世界の超大国になります。で、要は世界の支配国ですね、アメリカが、今でもそうですけど、ちょっと弱りましたね。で、彼らが外交で、成功してきたかっていうと、ことごとく失敗してると思いますね。ベルサイユ条約からして失敗でして、ウィルソンっていう大統領がいましたけど、国際連盟を作るんですけども、自分たちは入らないと。議会が承認しなかったんですかね、アメリカの。で、その後、第二次世界大戦が始まりますけども、その第二次世界大戦に至る過程でですね、ローズベルトっていう大統領がいたんですけども、彼がですね、もちろんイギリス側につこうとするんですけども、その過程でですね、第二次世界大戦に参加するにあたってですね、日本に噛みつかせたわけですね。真珠湾攻撃をさせたんですけど、その時アメリカがですね、東アジア情勢をどう見ていたかっていうと、日本が最大の悪者でして、中国がかわいそうな国というふうに見たわけですね。で、日本をほっといたら世界を派遣する世界征服を企む国になるというふうに見なしたわけです。で、その日本を叩かなあかんって言って、でいじめ抜くわけですね。金融、石油売ったらへん、鉄売ったらへんとかって、で資産凍結とかっていじめ抜いて真珠湾攻撃になって、その結果皆さんご存知の通り、日本はボコボコにされました。で、アメリカはですね、これで中国は日本から解放されてまともな国になるやろうと思ったら、それが大間違いでございました。応援していた蒋介石の国民党はですね、共産党に負けまして台湾に逃げると、大変な誤算ですね。で、日本にはですね、
もうひどい目に遭うわけですよ、アメリカっていうのは。日本と戦争して日本はボコボコに負けたという意識あるんですけど、負ける過程でもういろんなことをやりましたから、神風特攻隊もその一つですけども、アメリカ人にとってはこんな奴らと二度と戦争したくないと、二度と歯向かうようなアメリカに歯向かうようなこう国にしたくないと思って作ったのが日本国憲法でございます、だから軍隊持ったらあかんって書いてあるそう、あれは全部アメリカの意思なんですね。アメリカの意思をそのまんま体現しまして、作ったのは占領軍にいたですね、平均年齢にしますと30歳未満だと思いますけども、弁護士資格を持っていたのが2人だと言います。で、非常にアメリカ軍の GHQ、日本を占領した彼らは若くて理想主義者ですね、今のアメリカの民主党に連なる連中なんですけども、ケイジスなんていうのがいましてですね、とりあえず日本を理想的な民主主義国にしようというふうにして作ったのが日本国憲法でございます。まあ、要は日本の牙を全部抜いてしまおうと。で、穏やかな民主主義国にして、アメリカの子分にしようと。して作って押し付けたのが日本国憲法です。白洲二郎さんなんかはだいぶ抵抗するんですけども、やっぱり占領軍には勝てませんで。で、できてしまいます。だからアメリカが作った憲法なもんですから、日本国憲法は原文は英語でございまして、法律書を読むと必ずですね、原文の英語が書いてあるんですね。迷ったら、解釈に迷ったらこの英語を見ろっていうこと、情けない話でしょ。で、それをですね、長々と70何年守りきっているわけで、自由民主党という政党はですね、そもそもあの押し付けられた憲法を改正しようぜということで決闘されたんですけども、70年のうちにですね、骨抜きにされましてですね、安倍さんみたいな人が憲法改正って言ったら返事扱いというふうになってます。まあ、その憲法のおかげでね、でもね、いろいろ得なこともあったわけだって、軍隊持たんでよかったわけですよ。軍隊、日本が軍隊持たへん代わりにアメリカが守ったるっていうことなんですね。で、これ結構の話やんと。いや、軍隊を持つということはですね、非常にお金がかかるわけでして、今日本の防衛費っていうのは GDP の 1% なんですね。これはもう30年ぐらい前にやいやいの言いながら 1% まで増やしたんですけど、世界の平均で言いますと 2% です。 NATO 加盟国なんか 2% ですね。アメリカはもうちょっと言ってますね。3%とか 4% とか言ってます。で、日本はそれ安上がりなんです、非常に。で、何かあったらアメリカ守ってくれるやんっていう、でもあんたらが押し付けた憲法やんってこう言いながら来たわけですよ、日本はね。で、それであかんっていう、こう、真面目なことを考えて、変えようとしたのが安倍さんであったり、安倍さんのじいさんである岸信介であったりしたんですけど。で、日本に平和憲法を押し付けたせいでですね、アメリカは日本をずっと守らなあかんようになったんです。で、せめて金出せって言われて、はい出しますって言ってるのが思いやり予算ですね、な出してるんですけど、日本は非常に軽武装で、なんとかそういう軍隊的なアーミーの負担を逃れているというのがあれでした。これもですね、アメリカの外交の失敗ですね、日本をもうちょっとまともな国にしとけばですね、多分在日米軍なんて今の半分ぐらいそんなかも分かりませんし、今の中国、共産党の中国がですね、あそこまで膨張するようでもなく、なぜ日本軍が、昔の日本軍むちゃくちゃ強かったんで、それを中国はよく分かってるんですよね。だから日本が強い国、熊本の国であればですね、あそこまで偉そうにその傲慢な外交を展開できていなかったはずなんですけど、アメリカがもうもんと牙は全部抜けって、歯も抜けみたいな、爪もあれ伸ばすなぐらいの、そこまでやったのが日本国憲法でございました。ですんで、まあ、ね、アメリカ頼むねって今でもそういう風になってるわけです。で、日本の中では日本の中ではですね、憲法を誤解してですね、こんなええもんないと思っている連中がですね、何やってもこれは改正させへんって言ってるわけですね。そんな勢力が出てきたこと自体も、憲法を作った時のアメリカには考えもしなかったでしょうね。まあ、それだけその非現実的な日本にはそういう連中がこう育ったわけですよ、憲法のおかげで。ですんで、アメリカがですね、その後ですね、朝鮮戦争とかベトナム戦争とかアジアで戦争しましたけど、その時本来ならこの強い軍隊を持っていた日本から兵隊出せって言えるんですけど、日本はあかんあかん、なん憲法やんって、あんたら作った憲法やん、知らんやん俺らってと言い逃れてきたわけですよ。アメリカにしてみたら、うわ失敗こいだと思ってるわけですね。
バイデンさんがいつか言うてましたね、あの憲法、我々が作った憲法だっていうふうに言うてましたけど、まあ、その通りや、あんたは言う通りやでって、なんか変えられへんな、あの憲法だって、あの、なんやったかな、国会3分の2で国民投票っていう、もう絶対変えられないっていうルールになってるわけでして、ですんで、まあまあ、多分あの何かなければ憲法改正って無理なんですね、今の日本で。で、まあ、あの基本的にはよくできてると思うんですよ、あの憲法っていうのは。よくできてて、でもただいろいろ不都合があるんでね、改正すべきではあるとは思うんですけども、まあどうでしょうね、その改正っていうとものすごい、それからそのあのちょっとあのおバカな連中がですね、ご権ご権ご権という連中がいるもんですから、でそれが憲法がこう素晴らしいもんやっていうのを僕ら学校に教えてもらうわけでして、あれがもともと英語なんやでとかということはですね、教えてくれませんのでですね、あの憲法は守らなあかんというふうに頭の固い人たちがこう小学校の時に教えてもらったら、そのまんまの意識の日本人が多分過半数いるんちゃうか、過半数はいないかな、でも3割4割いるんで、彼らがそういうふうに強硬に思ってる限りはもうほぼ無理でしょうね、改正は、何かことがなければ、で、あ、もう日本国憲法っていうのはアメリカの対外政策、外交政策の失敗の象徴ですね、本当に。結局自分で作って自他自爆してるわけですよ、アメリカっていう国は。アホやなと思いますよね。まあその他アメリカの外交の失敗なんかいろいろあるんですけど、ここでルール言うてもですね、時間もございませんのでですね、この辺りに急ぎますけど、アメリカの外交政策大失敗の象徴が日本国憲法であるというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。